地上で何が起きようとも月の美しさは変わらないものだね。その輝きが薄いように感じるのは観測者側の問題かな。そうだな。月明かりをめでるには心の余裕が必要だが、最近ES の周辺からはそれが失われていたというだけだろう。全くもってどうしがたい。これで状況が一段落し、今後はもっと普通のアイドル活動ができるようになることを祈るばかりだ。普通にやれば俺たちは普通に勝てるんだ。今回 MDM でそれを証明できたと自負している。ま、ぶっちゃけ同情票もあったんだろうけどね。砲丸びいきの国民性だし、市場を差し挟まずに打つべき手を打った頼朝公はいつでも悪役かい？何を拗ねている。子供の頃のお前は常にそうだったが、あまり憎まれ口ばかり叩いていると嫌われるぞ。太陽は焼くのが仕事さ。そういう意味ではクレイジービーも彼らに期待された役目を果たしたと言うべきかな。アイドルらしく求められた役割を演じきった。振り返ってみれば彼らは本当に僕らにとってもいい予防接種になってくれたね。当然だからといってクレイジービーには感謝はせんが、三枝などは知らんが、俺は針で刺してくれなどと頼んだ覚えはない。予防接種をするのもいいが、次からはこちらの許可を取れ。僕に言われてもね。君が一番よくご存知だろうけど、僕は別に世界の支配者じゃないんだ。というか、あんまり僕にばかり何でもかんでもやらせないでほしいな。おかげでくたびれきって、こんなところで無様に居眠りする羽目に陥っちゃったよ。ES を設立した時に構想した予定の半分も消化できていないのに、 MDM でも必要最低限の舞台にしか立てなかったバタルや通り、譲りに申し訳がないな。もちろんファンのみんなにもね。うん、謝れ謝れ。というか貴様ら全体的にもうちょっと真面目にアイドル活動のみに集中しろ。耳が痛いね。まあそんな具合でも僕たちが暁に負けたとは思わないけれど、 MDM 前半戦で最もいいねを稼いだのは多分エデンになりそうかな。だろうな。火事場泥棒めいて、あのしたたかな連中はコズプロ所属のアイドルの出番を増やすことに成功している。貴様らと同格のビッグスリーたるナイツもアルカロイドやトリックスターと戯れることに時間を使ってしまったようだし。それはどうせ暁も同じでしょ。ケイトは昔からお優しいもんね。さっきから何をこそこそやってるのかな。メガネなら君の顔についてるよ。いや、実は俺は本当はメガネではなく楽譜を探していた。全てが万事順調にいったら MDM の締めくくりとして歌おうと月永に頼んで作曲してもらっていたんだが、前夜祭からこっちバタバタしていてすっかり忘れていた。うん、それは暁の秘密兵器か何かかな。そうとも言える。世間の注目はアルカロイドとクレイジービーに集まっているんだろうが、おいしいところは新人どもにばかり持っていかせるわけにはいかんしな。いつまでも裏番組にばかり出演させられるのは豪腹だ。ちなみに「ブランニュースターズ」という曲なんだが、どこかで楽譜を見かけなかったか、エイジ。貴様の記憶力だけは信用しているから試しに聞いてみるが、ほら今スマホで写真のファイルを調べてみたら、俺が楽譜の入った書類ケースを持って写っているのはこの楽屋にいた時が最後のようなんだが。暁みんなで仲良くおにぎり食べてるね。楽譜の内容もちらっと見えるけど、ん？ブランニュースターズってもしかして例の特殊な楽曲？なんかそういう全員で歌える楽曲を作ろうみたいなプロジェクトについて
聞いた覚えがあるのだけど、あれは君の発案だったのかな。ケイトらしいね。相変わらずみんな笑顔でハッピーエンドっていう展開がお望みかい。現実的でないのは思い知っている。実際 ES の主要なユニットにパートを割り振っただけで相当な長さになった。本当に全員に割り振ったバージョンもあるが、ちょっと驚くほどの楽譜の山ができてしまったぞ。そんな馬鹿げた代物をささっと作曲できてしまう月永君もさすがだね。ま、彼もそういうのは大好きだろうし楽しんでいたのだろうけど。全員で一緒にアンサンブルを響かせるのか。それはいいね。夢がある、愛もある、キラキラ輝く希望がある。本当にそれをみんな笑顔で歌えるような展開になることを祈るよ。ううん、そういう夢や願いを叶えてこそのアイドルだよね。